ファンキュルタガタメプレゼンツ今泉 P の絶つながるラジオジューンプライド強化月間イエーイということで今日もやってまいりましたこの3分間、はい、結婚について真剣に考えてみましょう。そうだったの初めて知ったんですけど6月5日はご存知老後の日ですそうなんだ。老後にしたいことありますか。老後にしたいこと、これそろそろ考えた方がいいよね。本当に医療発達して100年生きれるようになったら、結構コロナで自粛きついとか言ってるレベルじゃないぐらい30年あるからね。30年長いですね、30年ってなってくるとやっぱいろいろ変わるんじゃない。やっぱ今はどっか行きたいしやりたいこともあるし、体力もあるし走れるし歩けるし立てるし、って思うからいろいろしたいって思うけど、やっぱ節々痛くなったりさ、病気になってあんまり行きつけの病院が近くないといけないとかなってくるとさ、なんかどうなんだろうね。辛いですね。いや暗い話になっちゃったけど真剣考えないといけない。今から考えることが大事ですね。もう一個行こうよ。メール読みます、メールまだ読んでないじゃん。あ、そうなんですよ。何の話、老後の話で終わっちゃうじゃん。コロナによってゲーム業界の絵はどのような影響が出てますか。まあ、だからよくもなくも起きてないけど、今開発中のやつとかやっぱ働きづらくなるし、もうなんかリモートでできるぐらいルーティン化してたら、まあある程度うまくいくんじゃないかね。もう一つ柏原さんに言っとこう。はい、コロナウイルスに伴う対応でマスターの皆様を気遣うお知らせと姫石などの配布本当にありがとうございます。運営の皆様も本当に大変な状況なのにマスターを気遣ってくれるお心に本当に感動しました。こんな状況やはり家にいるのが一番理想ですよね。そこでマスターの皆様が喜んで家にいる方法があるので提案させてください。提案型なんだし。トータ上げイベントを再びやってはいただけないでしょうか。さすがにゴッドやコマンドはバランスが崩れるので、オーバーキラーズのスキルを持っている姫たちだけで構いませんので、これをやっていただけたらマスター様たちは喜んで家にいると思うのですが、いかがでしょうか。今、4月27日現在なんで、はい、今日ちょっとゴールデンウィーク施策増やせるか検討していきます。お大変だね。そうですね、はい、なんでね皆さん、うん、まあ、老後のための訓練だと思ってね、うん、コロナは家で自粛する訓練をね、そうですね、するのも考えなきゃ、まあ、考え一個のポジティブな考え方かもしれません、うん、はい、はい、ということで、まあ、いろいろちゃんと生放送収録できてない回もいっぱいありますけれどもね、うん、まあ、なんかこんな感じでやっていけたらいいんじゃないですかね、はい、そうですね。シェイ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 ではまた来週